後ろから見たら今度大事、これね大事だと思う。で、センター周りちょっと助手席がここがドリンクホルダーになってますね。内側にもドリンクホルダー。そんなことにスペアキーが大事。すごい広いんですよ。乗り降りはねすごくしやすいんですよ。ここにコンビニホルダーでかなり後ろに下げてるんで、もしちょっと車欲しいなーっていう人がいれば。はい、今日はですね、車屋さんです。実はですね、こちらね、車も売ってるんです。はい、在庫はね、まあしてる時もあったりとか、してない時もあるんですけど、大体まあ頼まれたものを探してきて販売するというパターンでやってます。で、今回は、このムーブを買っていただいたので、これを紹介したいと思います。さて、外観はですね、ちょっとね今ね外は雨なんで、ちょっと汚れちゃってるんですけど、これはまた磨きをかけます。はい、外観はこんな感じですね。綺麗ですよ。で、アルミもついてます、はい、ぐるっと回って後ろから見たらこんな感じですね。はい、それではちょっと中を見てみましょう。よいしょ、よっこいしょ、はい、よいしょ、はい、エンジンも一発でかかります。調子いいですね。で、年式が20年式のムーブになります。グレードは X で、パワーステ、パワーウィンドウで、オートエアコンですよ。オートエアコン、僕ね、オートエアコン大好きなんで、これね大事だと思う。で、オートマチック車になりますね。で、ナビはついてなくて、まあ、CD ラジオっていう形になってますね。で、メーター周りちょっと電気つけてみましょうか。こんな感じですね。で、距離は5991キロっていう感じですね。わりかし距離も浅いです。室内の方もね、そう、まあまあ僕座っちゃってるんで、ちょっと運転席側のシートは見れないんですけど、シートもね非常に綺麗ですよ。綺麗なシートですね。で、助手席がここがドリンクホルダーになってますね。でもここにもドリンクホルダーがあります。はい、でエアバッグがついてて、こっちもエアバッグで、こっち側にもドリンクホルダー置き場ありますけど、ここにもあります。はい。で、収納がここにもありますね。はい。残念なことにスペアキーがないですね。キーは1本なんで、早めに新しい鍵を作ってきてください。で、キーレスエントリーになってますね。ちょっと後部座席も見てみましょう。よいしょ。これ分かるかな、すごい広いんですよ。すごい広いのと、これねドアがねほぼ直角に開いてるんですよ。80度は開いてるでしょうね。なんでね、乗り降りはねすごくしやすいですよ。よいしょ。で、もうちょっと暗いから映らないかな。まず後ろのシートもね、これかなりね綺麗ですね。綺麗ですね。ちょっと屋根にここに汚れがありますね。で、ここ映らねえか。ちょっと待てよ。
ちょっとランプをつけてみました。ライトをつけてみました。これなら見やすいんじゃないかな。もう一回ささっと、ザクッと。このシート。綺麗でしょう。シートこんな感じです。はい。こんな感じですね。で、ここにコンビニフックがついてます。で、後ろはね、ここ。ドリンクホルダー。で、ちゃんとね、ドアポケットもあるんですよ。こっち側もね。で、これね、すごいのが、ね、身長177センチ。まあ、そこそこ身長ある方なんですけど、これね、全然足が広いんですよ。すごい広さですよ。これ、前のシートも僕が運転して、かなり後ろに下げてるんで、これ、前に寄せたら、もっと広いです。はい。ちなみに、前席のシートはこんな感じですね。見た感じこんなになります。さっき見えなかったシート、運転席がね、綺麗ですね。こんな感じで。全国からね、お気に入りのね、車両が見つかるようにちょっと探して販売してますんで、もしちょっと車欲しいなーっていう人がいれば、相談していただければ探したいと思います。はい、ということで今日は実はうち車も売ってるんですよっていう動画でした。